このコーデは2002年10月31日に行われたマダガスカルサッカーリーグの AS アデマ対 SO レミルヌの試合について述べるこの試合は AS アデマが149から0で勝利しギネス世界記録によってサッカーにおける最大得点差の試合と認められたマダガスカルサッカーリーグはグループリーグを勝ち抜いたクラブが 決勝ラウンドに進み、決勝ラウンドに進んだ4クラブの総当たり戦で、リーグ王者が決められる。2002年シーズンは、AS アデマ、SO レミルヌ、US アンボヒドラトリモ、DSA アンタナナリボの4クラブが、決勝ラウンドに駒を進め、AS アデマの本拠地である、アンタナナリボ市立、マハマシナスタジアムで11日間にわたって、集中開催方式による試合が行われた。 前年の2001年シーズンは SO、レミルヌが初優勝を飾っており、2002年シーズンには SO、レミルヌは2連覇を、AS アデマは初優勝を目指していたが、決勝ラウンドの第2節で SO、レミルヌが DSA アンタナナリボに2の2で引き分けたことで、AS アデマが初優勝を決めていた。この試合で主審のベンジャミナ・ラゾフィン・ツェラマは、試合終盤に、 極めて議論の余地のある PK の判定を下しており、PK で出展して、引き分けに終わった SO レミルヌは優勝の望みが、ついえた。第3節は、消化試合であったが、AS アデマと SO レミルヌは、共に、マダガスカルの首都アンタナナリボに、本拠地を置いており、ローカルダービーという性格もあった。なお、SO レミルヌはこの年のカフチャンピオンズリーグに、 出場し、予選予備戦と予選1回戦を勝ち抜いたが、予選2回戦で敗れて、本戦グループリーグ出場はならなかった。S.O. レミルヌは、エースが出ません以前にも、判定への抗議の意味で恋のオーンゴールを決めたことがあった。ラシマンドレシー・ラツェリゾカ監督が、スタンドから指示を出し、試合開始から、オーンゴールの連発による抗議活動が行われた。 S.O. レミルヌの選手たちは、キックオフとなるたびに149度も、自陣ゴールにボールを蹴り込み、一方的な試合になったわけであるが、AS アデマの選手たちは、棒立ちのまま困惑した表情でそれを見つめ、相手選手の自己破壊行為を止めようとしなかった。この試合では、観客が、チケットの料金を払い戻すためにチケットブースに、殺到したとも報道されている。 s o <So S 2> レミルヌは、この大敗によって、2クラブにも出場権が与えられる、カフチャンピオンズリーグ予選出場権をミスミス逃した。試合後、マダガスカルサッカー協会は s o レミルヌ監督に、対して3年間の停職処分と、同期間のスタジアム観戦の禁止処分を下し、s o レミルヌのディフェンダーのマミソアレザフィンドラコと、マダガスカル代表キャプテンであり、 サソリの異名を取る SO レミルヌキャプテンのマネトレイニリーナ。アンデリア・ニナー、ニコラス・ラコト・アリマナナ、ゴールキーパーのドミニク・ロコト・ナンドロゾナの4選手に、シーズン終了までの出場停止処分と、同期間のスタジアム観戦の禁止処分を下した。両クラブに所属する4選手以外の選手全員には、開国を与え、 選手がこれ以上の抗議行動を起こすという脅迫は、さらなる処罰につながるとした。なお、審判には、処罰が与えられていない。この試合まで、ギネス世界記録における、最大得点差試合の記録は、1885年の、スコティッシュカップで、アーブロース FC が、ボーガコード FC を36から0で下した、際の記録であった。 なお、イングランドサッカー協会のデビッド・バーバーによれば、第二次世界大戦前には、ノッティンガムの市内リーグで50-2というスコアの試合が、オーストリアの地域リーグで43-0というスコアの試合が存在したとされる。なお、日本では、2015年4月18日の高窓の宮俳優 -18 サッカーリーグ、都道府県リーグ、 群馬県リーグ3部の桐流第一高校対群馬国際アカデミー高等部戦にて群馬国際アカデミーが50歳のゼロというスコアで敗北し、これが日本サッカーにおける最多得点、最大得点差試合となっている。ありがとうございます。